ハロー、YouTube。どうも、こんにちは。はい、今回ですけども、今週ですね、3月28日土曜日ですね、シュプリームウィーク5ですね、さすがのリグノーが出ましたので、そちらの方を紹介したいなと思います。で、今回はですね、まあ、意外や意外にコラボが、ティンバーランドですね。一応、まあ、ちょっといつもと違うのが、ティンバーランドだといつもクズだけのようなイメージがあるんですけれども、今回はなんと、アパレルも出ますね。はい。で、一応、帽子と、あとは、クルーネックですかね。はい。で、このクルーネックなんか見るとですね、まあ、かなり、配色とかも4色展開で、まあ、かなり、カラー的にも、無難なカラーがあって、まあ、黒だとか、これ、ブラウンですかね。ブラウンなのかオリーブなのかちょっとわかんないですけど、このオリーブっぽいような色。と、あとは、アイボリーですかね、多分おそらく。なんで、まあ、割かし合いやすいようなものになると思うので、まあ、多分これ人気ありそうですね。結構自分も買えるんだったら欲しいなと思いますね。はい。で、あとは、まあ、シューズに関しては、まあ、特に、そこまでどうかなっていう形で、でも毎回ちょい、店に行くと大抵売り切れてたりはするんで、まあ、多少やっぱ人気あるのかなっていう感じですかね。はい。まあ、なんで、ま、こんな週なんで、まあ、多分おそらく、まだちょっと今日火曜日なんでわかんないですけど、多分ウェブじゃないような気はしますけども、まあ、メールが来たらま、ウェブになっちゃいますけども。で、あと一応この当日並びですかね。前回は多分当日、前回はウェブじゃなかったんで普通の並びだと思うんですけど、何時から行けばいいかちょっと最近わかんないですね。前は本当にもう、始発で行ってたんですけども、なんか他の方の動画見ると、なんか前回の並びのなんか動画撮ってる方がいたんで見たらですね、そんななんか早く並んでるような感じの雰囲気がなかったんで、ちょっとその辺がわかんないので、まあ、ぜひですね、並びに行った方で何時ぐらいから抽選が始まったとか、もし情報わかればですね、ぜひですね、一応コメント欄にいただけるとありがたいかなと思いますね。最近ちょっと警備員の方も変わっちゃったんで、どんな感じになったか、前は本当外交の方だったんで、もう、本当彼らの独断と偏見というか、で、まあ、くじ引きだとか、何時からかとかもよくわかんなかったですし、まあ今どうなってるのかちょっと本当、もう本当最近ウェブ抽選のやつしか行ってないんで、ぜひとも情報お願いします。はい。では続いてですね、レギュラー商品も出てるんで、早速見ていきたいなと思います。で、まずですね、ベロアのジャケットですね。で、これが4色展開ですかね。まあこの辺はまあ、デザイン的にはまあ、シンプルですけど、そこまでいいかなって感じですかね、自分的には。はい。で、続いてが、ジャケットですね。ウーブンフードジャケット。まあ、これ結構割と、なんか民族衣装っぽいような、なんか感じで、別にこう黒だったら別に悪くなさそうな感じはしますね。多分高いんだろうな、多分。はい。で、続いてが、来ましたね。デニムシャツですね。これ欲しいな。うわ、これが出ちゃうとちょっと並びに行くしかないよなーって感じがしますね。はい。いやー、ちょっとこのデニムシャツが今一番自分的には一押しだな。しかもこれボタンダウンになってるし、もろドンピシャに欲しいなっていう感じですね。まあ、ブラックか、ブルーが変えればいいかなっていう感じですかね。これ欲しいな。はい。では次ですね。ブロックロゴのセーターですね。まあ、後ろにシュプリームって書いてある文字のやつで、これも多分おそらく黒とかが人気ありそうな感じがしますね。はい。で、続いてロンティーですね。まあ、ほんとシンプルにシュプリームって書いてあるロンティーも出る形ですね。はい。で、続いてが、ホッケーシャツですかね。これも3色出ますけど、まあ、これは別にいいかな。で、続いてが T シャツですね。これ、筆記体でシュプリームって書いてあるのかな。まあ、普通の無難なシンプルな T シャツが出ますね。はい。で、あとはこの、これが、フーディーですね。フーディーがなんかこのすごいなんか、ゴールドとかなんかほんと、なんかすごいゴージャスな模様の書いてあるフーディーですね。まあこれはまあ別にいいかな。二色展開ですかね、これも。はい。で、続いて、さっきのベロアのセットアップのパンツですね。まあこれもいらないかな。で、続いてが、スラックスっぽいパンツが出るみたいですね。これもいいかな。で、あとはさっきのフーディのセットアップのハーパンですね。はい。これも別にどっちでもいいかな。で、続いてがレオパード柄の、キャップですね。なんか後ろがメッシュになってるっぽいんで、夏用なのか冬なのかちょっといまいちって感じの帽子ですね。はい。で、あとは一応オレオが出るみたいですね。まあ、多分これおそらくオレオは、多分日本は販売ないのかなっていう気がしますね。多分おそらく。はい。ということで以上ですね。なんで、まあ、今週はまあまあ別にそんなに前回に比べればいいのかなと思いますね。まあ、自分的にはデニムのジャケットと、
あとはティンバーのあのクルネックがもし買えれば欲しいかなとは思いますね。まあなんで多分おそらくこれはまあ店舗に行かないときついんで、まあデニムシャツなこれしかない、まあ今季これがこれしかないからなっていう感じこれはこの流れの並びかなっていう感じはしますね。まあちょっとその辺はちょっと考えて当日までちょっと考えて、であと一応当日土曜日にですね、ちょうど被るのがあのジョーダンですね、ジョーダン5のあのファイアレッド、あまああれはほぼ大体抽選のところが多いので、まあできればこのシュプリーム並んででそれも当選して取りに行くっていう感じの流れが一番いいんですけども、まあどうなるかっていうのが分かんないですね。であと今週あの月曜日の初っ端からですね、まあなんとエアフォースのリストックがあったみたいで、まああのオンラインの方ですね、たまたまインスタグラム見てましたら、あれリス来た、なんか流したから言ったんで、あマジかと思って見たら、もう自分が見た瞬間もソールドアウトでしたね。はい。なんでいつリストックがあるのか、まあ店舗の方もあったのかどうかわかんないですけど、まあいろいろ店舗に行ってる方のなんかああいうインスタとか上がってるの見たら、特になんか書いたとか、なんかそういうことも何も書いてなかったね。多分店舗ではもうおそらくないのかな。なんともちょっとその辺がわかんないで、もし情報ある方があればですね、ぜひですね、あのコメントいただけるとありがたいかなと思います。で一応まあこちらで内容は以上となるので、まだ一応これ今出てるリークの段階になるので、もしかしたらこれ内容また変わっちゃう恐れはありますんで、まあぜひですね、まあ定期的にあの SNS なんかチェックしていただけるといいかなと思います。まあ結構前回も意外に紹介したから出てなかったりしたこともあったんで、まあちょっとコロコロやっぱ まだこの今これがおそらく出るよっていう断定のものにはなるんだ。ティンバーランドは確実ですけども、あのレギュラー商品に関してはちょっとまだ確定ってわけじゃないですか。多分おそらくこれだよっていうものになるので、まあぜひあのしっかりとですね、あの SNS なんかチェックしていただけるといいと思います。はい、ではこちらで以上となります。まあ何かですね、随時購入したりだとか陸情報などがありましたら、随時動画の方でアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。